ありがとうございます。ありがとうございました。前回が、そうですね、8月23だから、4ヶ月ですね。4ヶ月で、このクオリティは本当に、いいですね。いい感じです。じゃあ、このベース使ってさらにシルバー系のハイライト入れる感じで、はい、どっちですか？前回ちょっと多めにしたじゃないですか、この場所で、どうですか？楽しめますか？じゃあ今回もお待ちされます。よろしくお願いします。ちょっとどうします？ちょっともうお任せで。じゃあ、のびたくのね、切っちゃいましょうか。はい。じゃあ、ボブな感じで、はい、いきますね。はい。皆さんいつも染めてどのくらいからカラーシャンプーするんですか？染めてどのくらいかな、はい、一回色が落ちてからかな。色が落ちてるかっていうか、ちょっとシャンプーが落ち着いてからだから、はい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 、2週間くらい。2週間くらい。1週間、はいはいはい、どのくらいがいいんですか？あ、でもそのくらいでいいと。別に当日からやっちゃってもいいかなって僕的には思ってます。なんか当日は洗わない方がいいかなと思って洗ってないでしょ。そうですね、うんうんうん、そうですね、うん、なんかやっぱシルバー系はちょっとどんどん入れてなんぼかなって、うん、もうどんどんカラーシャンプーしちゃって、うん、いいかな。でもカラーシャンプーで調整してる感じですかね、うん、それが一番いいですよね、うん、僕が女性でも絶対この作戦ですね。もう黒髪かブリーチかしかないベース育てて、カラーシャンプーで色補給する、うん、これが一番最強です、ね、一番美容室行かなくてもめっちゃ褒められる。めっちゃ褒められますよ。あー、よかったです、うん。この4ヶ月はなんかお店、行くお店とかあるじゃないですか、はいはい、エステとかそういうとこでも、はい、あれすごい髪色いいですね、はいはい、言われましたよ。よかったです、よかったよかったです。3ヶ月に1回というペースがすごくやっぱハイライト的にいいですね。あ、いいですか。あ、そう、やっぱりプリン育ててそこに極限までぶち抜いたハイライトを入れて育てるって感じが、やっぱりおしゃれなポイントと思うんです。ちょっと開けすぎかなと思っちゃったんですけど。そう、でも案外とね、ちょうどいいんです。ちょうどいい、はい、3、4ヶ月2ヶ月だとやっぱハイライトは入れたくないかなっていう、ちょっとまだ早いなって感じするね。じゃあトリートメントで、はい、よし、できました。こんな感じで大丈夫そうですか？ありがとうございます。お待たせしました。これでまた3、4ヶ月放置できます。ですね、プリン育てて、はい、はい、お待ちしています。ちょっと後ろを見てしまーす。はい、こんな感じで、はい、お待たせしました、うん、今日もありがとうございます。